健康を持ち歩くほっぺのラジオ、ほぺラジ。この番組は、私は健康を持ち歩く、スマホで使える無料のお薬手帳アプリほっぺがお送りいたします。また番組のご感想やご意見を募集しておりますので、よかったらメッセージお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com までメールをください。この番組は YouTube でもネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができます。さらにさらに、ほっぺでもほっぺチャンネルという YouTube を配信しています。なのでいつでも聞けますので、ぜひ YouTube チャンネルご登録よろしくお願いします。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジカマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて、ぜひぜひたくさん聞いてください。はい、始まりました。今回はミスほっぺの佐藤春菜とクリエイティブディレクターの木村博文さんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。はい、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうでしたか前回ラジオ。私ラジオ初めてだったんですよ。そうよね、はい、初めてだもんね。よかったんじゃない。ありがとうございます、うんうん、なんかラジオだと顔が隠れてるじゃないですか、うん、そうね。だからつい、うん、素で喋りすぎちゃう。だしね、はい、まあすっぴんでも出れるけどね。そうですね、うんうん、ちょっと今度すっぴんの声を聞いた。そうね、これがちゃんと FM ギノワンさん行くと、はい、こうオープンスタジオとかね、はい、小座とかそうなんだけど、はい、なので周り外から見られたりするからさ、ちゃんと気をつけながらやらないといけないんだけど、ね、今日は東京のね、このオフィスからギノワンさん、すごい景色がいいってさっき言われました。そう、FM ギノワンは景色を、夜景とか最高だろうね、海がね。なんで我々こう着実にこう、はい、ギノワンに近づこうとしてるんで、徐々に撮りに行けるようにね。そうですね、行けるようにしたらいいんだけど、いやぜひギノワンさん、うん、でも沖縄で撮りたいですね。いいよね、撮りたいです。やっぱりね、沖縄行くとさ、はい、なんかね、体がすっきりするの。すっきりする。そう、なんだろうね、うん、なんですかね、うん、気持ちがなんかこうリフレッシュするんですか。あ、やっぱりむちゃくちゃリフレッシュするよ。やっぱり天気いいし、海きれいだしね、はい、そうですよね、うん。いつも最後行ったのいつ頃ですか。あ、でも僕三月に1回ぐらい行ってるからね。あ、そんな行ってるんですね。うん、行ってる行ってる、うん、海泳いでます。あ、ね、沖縄の人海泳がないから。泳がないんですか。泳がない泳がない。うん、え、うん、あ、多分ね、これ聞いてる人聞いた方がいいと思うよ。はい、うん、基本的に観光客しか泳がないから。あ、そうなんですか、うん、沖縄の人にとって海は見るもんだから。うん、泳がない泳がない。うん、泳いでるの絶対島の外から来た人だから。なんかそうやって見られてる恥ずかしいですね。そう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 。いや、私泳いじゃうんですよね。うん、でもやっぱりいいよね、みんなそれぞれにさ、はい、こう自分の行きつけの落ち着く海が見える場所を持ってるのよ。はい、これがいいのよね。ロマンチックですね。よくこんなところに車止めますねみたいなところとかに車止めて、はい、ポーッと海見たりとかしてね、考え事したりとかね、はい、いいなーとかって思って。でも歩いていける場所にお気に入りの海があるっていいですね。ね、いいよね、うん、やっぱりね、朝日も夕焼けもさ、すごい綺麗だからさ、うん、やっぱりそれは羨ましいよね。そうですよね、うん、まあ、だから健康になるっていうのはね、やっぱあるしね。まあ、あとさ、はい、やっぱり沖縄だとさ、ね、ほら、健康にいいものいっぱいあるじゃない。シークワーサーもそうだし、はい、そうですよ ね、 ね、だからそういうのもサトウキビとかも。あ、そう、サトウキビもそうです。そうですよね、そう、サトウキビもそう。なのでね、健康にいいもの結構あるのよ。なのでそれを探しに行くっていうことで出張する、はい、最高ですね、うん、やっぱこれはね、狙ってっていいんじゃないかなと。いいですね、うん、私食べたいものいっぱいあるな。いっぱいあるよ ね、はい、ね、ただそれ探しに行くとダメだから、なんか仕事と絡めて、はい、こう行くっていう風にすれば大丈夫。もちろん仕事でですよ、ね、出張ですよ、ね、だって沖縄だってさ、はい、薬局さんだっていっぱいあるし、薬剤師だっていっぱいいるし、うんうん、やっぱそういう人たちと交流するとかね、はい、うん、あとやっぱり、ね、沖縄もね、結構ね、あれだね、薬剤師さんとかもそうだけど、結構イベント多いので。沖縄ってイベント多いんですか、うん、地元のね、地域イベントとかむちゃくちゃ多いんだよね。どんなイベントやってるんですか、うん、なんていうの、その地域とかで、はい、そのお祭り的な感じでいろんな出し物やったりとか、やったり、あ、それこそね、だから健康相談やったりとか。健康相談、あ、やってるやってるやってる、はい、健康相談もやってるんですか、うん、やってるやってる、なんかブース出して。なんか沖縄の方、健康な方が多いイメージがあります。ね、はい、これは多分ね、いろいろまたゲスト呼んで聞くといいんだけど。聞きたいです、ね、一時歩かないということが問題になってたからね。そうなんですか、うん、100メートル先のコンビニまで車で行くっていうのが沖縄の人なんで。あ、うん、そういうテレビ CM もあったぐらい、うん、っていうのがあるから、だからやっぱり
ね、食べ物が良くてもね、やっぱり運動しないとね、また体も良くならないしっていうのもあったりするから、そうですよね。ね、長寿県とはいえね、はい、うん、やっぱり気をつけていかないといけないっていうのはあるのかなとは思うよね。そうですね。ちょっと今回も素敵なゲストをお呼びしているので、ね、ちょっと健康についてね、うん、ぜひいろいろお伺いしてみましょうか、はい、本日は薬剤師の佃裕也さんをお招きしております。佃さんは調剤薬局を経営しながらご自身も薬剤師としてご活躍されています。また一般社団法人リードコンファーマーを設立され、現在は薬剤師の新しい働き方や活躍の場を求め、認定薬剤セミナーや情報交換の場を運営されております。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。沖縄行ってみたいです。行きたいですね。行きたいですね。もうぜひ沖縄で佃さんの健康相談会とかやりたいですね。いいですね。仕事そこで作って作りましょう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 よ。佃さんって普段薬局経営されてると思うんですけど、はい、ご自身の薬局で健康相談会とかはされたりするんですか？やってるんです。つい先日体組成系って、はい、すごいいいやつ、なんか元に 100万ぐらいする、100万、まあ、中古で買ったんでもっと安いんですけど、で体重計でこう、はい、レバーみたいなのを持って測るんですけど、はい、大体全部出るんですよ。どんなことが分かるんですか？筋肉量、まあ、当然体重とかそれ当然分かるんですけど、体脂肪も元々分かって、はい、あと筋肉量とか、あと基礎代謝とか、基礎代謝も分かるんですか？分かるし、あと自分のこう年代が、はい、自分の体型が同年代と比べてどういう位置にあるのかっていう、はい、あれですよね、実年齢より老いてるか若いかみたいなやつですよね。知りたいような知りたくないような、もうなんか一通り全部出るんですよ。あ、そうなんですね。うん、それ使って薬局で健康相談やったりとかっていう。いいですね。そう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 、じゃあただ健康相談をするってわけじゃなくて、ちゃんと測定して今の状態を理解した上で健康相談に乗ってあげるって感じなんですかね。そうそうそう、で継続して来てくれる方は過去のデータと比べてどう変わってるかっていうのも全部分かるので、まあ、相談もしやすいっていうか、こっちからもアドバイスもしやすいっていう感じですね。そうなんですね。うん、いや私もだんだんね、そういう情報が気になる年齢になってきたんですよ。最近なんか健康診断とかもあんまり行こうと思ってなかったんですけど、最近ね健康にやっぱり、まあ、もちろんこういったねお仕事させていただいてるんで、うん、より一層健康に興味が湧いてきて、うん、じゃあ健康誰に相談したらいいのって思うんですよ。そうなの。家族に相談するとさ、はい、具体性はないよね。ほら食べ過ぎてるからみたいな、アバウトな結構ちょっと運動してないからでしょうとか、健康相談がディスリ系がよくわかんない。ディスリ系、いや本当おっしゃる通り、ディスリ系いきますよね。具体的じゃないもんね。それは食べ過ぎてるから、それは飲み過ぎてるからみたいな。そう、それは事実なんだけど、うん、もう少し根拠欲しいよなって。そうですね。うん、体操先は逆に言うと、すごいはっきりとした根拠で出るわけですかね。はい、まあそうですね。はっきりとデータ、数値として見えるので、すごい分かりやすいですよね。例えばどうなんですか。お酒飲みすぎてたりとか、うん、まあ油物系多かったりとか、うん、そういうのって数字でやっぱり分かるものなんですか。なんか数字で分かるこう指標みたいなのあるんですか。まあまあ、そういうのをやっぱ動く食べてやっぱ、はい、脂肪とかそういうのも、あ、やっぱり脂肪の指数とかも分かるんですか。あ、そう、分かる。何パーセントとか水分量とかも分かるし、はい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 、BMI も出るので、全部自動で計算で、もうやる前にもう身長とかそういうのも入力しておくんですよね。そうそうそう、だから BMI も出るし、 BMI もそうそうそう、はい、BMI ってだいたい22ぐらいが平均なんですけど、はい、うん、それ上か下かも全部出るし、25、6とかいくとちょっとなんか食いすぎてるんじゃない、はい、そう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 、とかそう、はい、であと、まあ、大体こう分かってる人は分かってますよね、自分の生活、うん、そうなんですよ。結局分かってるんだけどできないっていうところもあるから、それが数字で出るとより気をつけなきゃっていう気持ちになりますよね。やっぱり数字で出ると自分に対して厳しくなりますよね、まあ、そう、やっぱ危機感を感じる、ね、感じあ、やっぱやばいんだなみたいな。やばいですよね。その健康相談は薬局で健康相談開催されてるんですか？あ、そう、基本的には薬局が多いんですけど、頼まれてこう団地の方でやったりとか、出張されるわけですよね。まあ、もともと持ってた方がそこでそういうことをやってたみたいなんですよね。あ、はいはい、でそのままそれをもう引き継いだというか、だったんで、まあじゃあ
ね、もう所有者がうちに移ったんで僕に移ったんで、はい、じゃあ僕も一緒に行きましょうかみたいな、うん、そうそうそう、それで、はい、行ったりとかって、で向こうでなんかそうさっき言ったお祭りみたいな感じで、他にもいろんな縁日みたいなのを出してて、そのブースの一つにこう健康相談会みたいな、いいですね、ブースがあったりとかって、そうすごく相談しやすいですよね。いや、そうですね、来やすいし、ね、あの若い人とかも来やすいので、ですよね、うん、でそこで健康に気づいてもらえばいいわけですもんね、そうそうそう、あの数字で大切にね、全然全然、なんかそういう、こうイベントとか何かきっかけがないと自分の健康ってなんかつい、まあ、いっか今忙しいしとかちょっとこうそっとどっかに置いてきちゃう時があるんですよ、ね、まあ、僕はだいぶ遠くに置いてきます。プロ、でもやっぱり僕の薬剤師とか薬局さんのイメージと違いますね、うん、なんか待ってるイメージがあるんですよ、うん、ああの要するに自分のところで、ですけど今のようにこう、ね、行かれてこう健康相談とかされてるっていう気は、うん、自分の方が出ていく方じゃないですか。そうですね、来てもらえる感覚がちょっと強くなるかもしれないですね。あ、ですよね、はい、ですよね、そうそうそう、やっぱり薬剤師の方もやっぱり働きがいがあるというか、やっぱそういうことやると、はい、こう生き生きしてますよね、うん、あ、そうですか、うん、そうなんですね、うん、それはいいですね、社内的にもね、うん、あ、そうそうそうなんです、ね、だからやってよかったなっていうのは本当ですよね、でましてね、感謝されますもんね、そう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 、そうですよね。でもまあ今お話をお伺いしてると、佃さん薬剤師でもあり薬局経営者でもあるじゃないですか、はい、そうなった時にまあ、薬剤師だからこそ現場の気持ちも分かるし、その薬剤師さんのモチベーションのこう上げ方っていうのもすごく大事にされてるのかなって今思ったんですけど、うん、あ、結構気は使いますよね、使います使うというか、うん、なんていうのかな、こう薬剤師ってなんか結局業務がある程度固定化されてるので、やっぱ毎日同じことの繰り返しになっちゃうとモチベーション下がるじゃないですか、うん、まあ、誰でもそうですけど、多分みんなそうだと思うんですけど、はい、うん、だからそのモチベーションをどうやって上げたらいいかっていうのはすごくこういろんな経営者とか薬局長の方が悩んでるのかなとは思いますよ ね、 すよね、だから転職が多くなったりとかっていう傾向が薬剤師は多いのかななんていうふうに思うんですけど、まあ、今回この体組成系のイベントをきっかけになんかそういうなんか薬剤師のモチベーション上がる一つの例ができたらいいなというふうに思ってるので、いいですよね、だからまあ皆さん参考にしてもらえると嬉しいなっていう、そうですね、うんうん、確かにそれってなんか患者さんも健康相談乗ってもらえて自分の健康状態も数字で分かって安心しますし、薬剤師さんも患者さんのこう役に立ってるんだっていうのを肌で感じることができますよね。そう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 、やっぱり薬だけ渡してとか、はい、まあ、普通の業務だけだと、はい、やっぱりどうしても薬もらいたくないのに、まあ、しょうがないからもらいに来るみたいな、まあ、方もいらっしゃるじゃないですか、まあ、どちらもそれが当たり前だと思ってやりますね。でもこういう健康相談会だと、はい、やっぱ患者さんの方から、まあ、患者さんって言っていいのか分からないですけど、はい、まあ、患者予備軍もいるかもしれないし、本当の患者さんになる人も、ね、まあ、言われるかもしれない、そうからこう僕らは求めてきてくれるので、はい、あ、そうですね、確かに確かに、そうそうそう、その期待に応えるっていう意味ではやっぱり、うん、ありがとうのこのレベルはちょっと高いと高いし、本当そうですよね、なんかどうなんかその薬剤師 の、 そのステレオタイプ的なそのなんでしょう、待って処方するっていうところから外に出ていく健康相談っていうのっていうのは何かこう佃さん考え方あったんですか、やってみようみたいなきっかけとか。いやでももともと僕薬剤師はうちに引き込みすぎだなって僕は思ってたんで、そもそもそうだったんですね、そうそうそう、ステレオタイプにあんまりはまらないタイプですよね、まあ、だからどんどん外に出ていくべきだと思ってたんで、そのきっかけはまだなんか全然つかめてなかったのが、まあ、今回これでつかめたっていうイメージですかね、いいですよね、やっぱりそのコロナがすごく蔓延して健康に対しての意識がより一層高まったじゃないですか、うんうんうん、皆さんで、じゃあ健康に対して不安があるけどどこに相談したらいいのって悩んでる方多かったと思うんですよね、うんうん、まあ薬局無料ですからね、そうですね病院行っちゃうとあの、はい、お金かかっちゃうから、はいはい、あれですね、薬局はタダですからね、相談するのは、あ、そっかそっか、そうボランティアでやっておられるんですよね、そういうね、うん、そうそうそう、うん、だからまあどんどん薬局を、ね、使ってもらえると嬉しいなとは思うんですけど、そうですよね、うん、ましてね、あの薬の知識はやっぱ薬剤師さんやっぱ強いですからね、そうですよ ね、 そうですね、当たり前ですけどね、あの今って薬も飲んでるけれどサプリも飲んでるっていう方いらっしゃるじゃないですか、うん、でこのサプリとの飲み合わせとか、あ、そう気になるの、気になりますよね、そう絶対飲み合わせあると思うんだよね、ありますよ ね、 ね、何々と梅干しとかあるじゃない、うん、すごく分かりやすく言うと、そうですよね、同じことってあるんじゃないのかなとかやっぱ思っちゃうんですけど、まあ、分からないんですよやっぱり、うん、専門家じゃないと、ね、そうですよね、まあ、よく問い合わせ来ますね、電話とか、うん、
サプリメント飲んでんだけどどう大丈夫みたいな話は、まあ薬剤師あるあるかもしれないですね。そういうことですよね。そういう時はやっぱりしっかりとあれですか。あ、もちろんもちろん、もちろん確認して、うん、あのもう聞いた名前も聞いたことないようなサプリの名前とか言われるんですけど、ちょっと待っててくださいっつってすぐネットで調べる。あ、でもやっぱ調べる、中の成分をしっかり見て。そこですよね、成分で見るんですよね。あ、もちろんもちろん、成分の専門家ですもんね。そうそうそう、名前、あのその製品名に騙されちゃいけないっていうか、製品名で、あの、あの、なんぞイメージしちゃいけないっていう、なんかつい CM でよく見るとか有名とか、 それで安心しがちなんですよ、うん、特に私はそう思っちゃう時があった、ね、うん、やっぱ成分大事ですよね。そうですよね、うん、結構あの薬剤師さんにお薬の相談とかすると、まあ、例えばあのそうですね、普通にドラッグストアでお薬買ったんですけどっていうと、あのこれ成分が一緒でただ広告料にお金かけてるから値段が高いだけなんだよって教えてくださったりとか、うんうん、本当に裏事情ですこれはカットしてきます、はい、いや大丈夫、大丈夫ですかこのまま放送してもらいましょう。これ以上多く入ったらやばいかも。わかりました、わかりましたちょっと P を入れてください。 P を、 そう入れなきゃ、まあ、でもね、あの本当に、まあ、CM やってる会社さんでもすごく効果のあるものとかもあると思うんですけど、うんうん、やっぱ患者さんがどこを基準に薬選んだらいいのかとかサプリ選んだらいいのかって、うん、やっぱり相談できる人が大事なんですよね。大事だよね、うん、あの分かってる人ね。そうですよね、うんうんうん、知ったかぶりいっぱいいるんだけどねあんまり役に立つ時ももちろんあるんだけど、今情報量すごい多いじゃないですか、うんうん、そう情報量多いから、そう、はい、そうなの、うん、だから正しい情報が欲しいというか、うん、そうですよね、うん、判断するための正しい情報が欲しいよね、うんうん、だからやっぱりね、そこでこう健康相談会開催してくださるとか、あの測定できますよっていうきっかけがあるっていうのは患者さんも相談しやすいですよね。まあそうですね、うん、本当にもっともっと広げていきたいですね、うん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 、ちなみに佃さんはお子さんとかおられたりするんですか。あの3歳と0歳の娘が、はい、本当ですか2人います、はいはい、いや、なんで聞いたかというと、うん、その立場で健康相談ってまた違うんだろうなと思って、あ、はい、実際に子を持つ親と何でしょう、うん、あの共感を持ちながら健康相談っていいじゃないですか。そうですね、やっぱりその健康って自分のことに対して心配もありますけど、うん、家族の健康も心配じゃないですか、うん、特に0歳なんかどうですか、やっぱり難しいもんなんじゃないんですか。どうなんですか、幸いなくてうちの子供なんか丈夫なので、あれなんですけど、はい、まあでもやっぱりね、うん、あの言葉しゃべれないし、うん、そうですよね、表現が、ね、うん、泣くしかないので、うん、なかなかこう何を考えてどうなってるのかっていうのはこう見抜きにくいところありますよね、うんうん、親の立場からすると、うん、あの薬剤師の方とか先生とか信用してもう 飲ませるしかないですもんね。そうですよね、これはこうやって飲ませるもんだと、ね、うん、特にちっちゃい子はね、多分そういうのはね、多分ラジオ聞いてる人とかいろんなね、はい、相談来ると思いますよ。どうやって飲ませるんだとかね、そもそもお薬飲むの苦手な行為ですよ ね。だからよくあのね、くるんだりとか甘くしたりとかあるじゃないですか、いろいろ、ね、うん、ゼリーとかありますよね、うん、あのゼリー甘くしていいのかとか本気で思っちゃうもんね。そこすごい私も気になります、うん、どうなんですかね。いや、うん、甘くしてはいいですよ。あ、そうなんですね。いいですけど、まあ甘くし方にもいいかもしれない、まあね、あのなんかシロップでしたっけ、なんか売ってますよね、子供に飲ませるためのね、ありますね、やっぱりこういうのも一つ一つが僕らにとっては、うん、あのいいのかなとか、うん、やりすぎじゃないかなとか、うん、逆にやると良くないんじゃないかとか、うん、やっぱり思ったりするんで、やっぱり、ね、ね、相談できるとやっぱすごいですよね。となんか合わせるものによっては薬の効果が弱くなっちゃうんじゃないかとか、うん、そういう心配もあるんですけど、うん、薬の効果が弱くなるっていうのはないんですか、うん、結構特別な薬しかないかもしれない。あ、そうなんですね、はいはいはい、まあ、どっちかというと子ども向けの心配なのは味ですよね、やっぱり。あ、味が一番ですよね、効果でも、はい、うん、ですよね、結局飲んでくれなきゃ意味がないので、うん、そうですよね、そういうね、自分のことをどうですか、照らし合わせると健康相談ってエコひいきしたくなるもんですかいや、そんなことないそれはないですかむしろ逆に子供のが適当になっちゃうかもしれないですでもね、お体が丈夫っておっしゃってたから、うん、そう、まあ今のところ幸いなことにっていうことですけど、うん、どうですか、やっぱり健康相談ってそうやってお子さんが、お子さんに関すること多いんですか、それともお年寄りというか、その、ね、自分の親御世代とか、うん、そういうのに
どうなんですか。今はね結構お年寄りが多いですね、うん、あそうですか。若い世代が多いんですけど、僕はむしろもっと若い人に来てほしいなと思ってて。そうですね、今の話ですね。そうそう、まあ、自分の健康以外の話もそうですけど、他人の家族の健康もそうだし、まあ、あとはダイエットとか、やっぱりそうですよ、そういう話とか、美容も薬医療とか絡んできますよね、うん、そうですよね、うん、やっぱり生活習慣病になる手前のこの予防の部分で、うん、あのしっかりケアしておくのが大事なんで、まあ、なってからでは遅いっていう意味では、うん、なる前のところでやっぱりちょっと、うん、なんか結構同世代の子と話してると、まあ、サプリメント飲んでる子って多いんですけど、美容のためだったりとか健康のために、うん、じゃあ何をきっかけに何を参考にして買ってるのって聞くと、やっぱり SNS だったりとか、うん、ネットの情報、そうね、どうしてもね、で判断してるっていう子は多かったですね、うんうん、それを鵜呑みにしていいかどうかはちゃんと判断しなきゃダメだよね。そこが難しいですよ ね、うん、難しいからね、うん、それこそ薬剤師さんの出番。そう、まあそうですね、薬剤師さんに相談できるといいですよね。やっぱりその意味ではあれですね、健康相談っていうのを団地とかに行ってやるっていうのはすごい意味がありますよね、うん、まあ、知ってもらうっていうか、そうですね、やってもらうっていうところですね、うん、まあ、サプリメント難しいですね。やっぱりなんか医薬品はもう人でしっかり実験して治験とかやって、もう効果が完全に認められてるんですけど、サプリメントはそうじゃないので、そうですよね、そうそう、誰にどのくらい効果があるかっていうのはしっかりとわからないっていうところがあるので、そうするとさっきの成分とかから、うん、まあそのね、あの成分に対する情報とか持っている薬剤師の方とかってすごい安心ですよね、うん、そうですよ ね、うん、ですね、うん、で普段飲んでるお薬も把握してくださってるかかりつけ薬剤師さんだとね、あ、そうそう、ますますね、安心ですよね、ますますね、うん、そういうのチェックできるとね、すごいね。そうですね。さあ、なんだかんだで時間になってきましたが、早いですね聞きたいことをほとんど何でしょう、一つぐらいしか聞けてないかな、はい、まだまだいろいろ聞きたいですね。というわけで、はい、週をまたぎましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、また次の回に、はいはい、ぜひぜひ次の回も、はい、来てください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お薬手帳アプリほっぺ。お薬手帳をスマホで持ち歩きませんか？薬の待ち時間も少なく安心、なくさない、忘れない。アプリから簡単に薬剤師に健康相談。ぜひアプリをダウンロードしてくださいね。私は健康を持ち歩く、スマホで使える無料のお薬手帳アプリほっぺ。福田さん、ありがとうございました。貴重なお話聞けました ねすごいよね、はい、外に出ていく薬剤師珍しいですよね。僕は初めて知ったというか、はい、そうなんだと思って聞いてたんだけど、やっぱりイメージ変わるよね。変わります ねやっぱり福田さん、こう薬剤師的な目線もあって、うん、なおかつこう薬剤師であり経営者でもあるので、うん、薬剤師さんがどうしたらモチベーション上がるかっていうのをすごく考えていらっしゃる方なんだなって感じました、ね、いいね、なんかブースにいる薬剤師って見てみたいね、はい、見てみたいです。ね、なんかね、福田さんの薬局行ってみたいです ね、うん、ね、行ってみたいよね、はい、でもそうやってさ、軽く歩きながらね、はい、パッと気づいて話を聞いていけ、相談できるっていうのはやっぱりすごいいいよね、はい、安心できますよ ね安心できるよね。やっぱりなんか、うん、健康相談ってどこに相談したらいいんだろうって思う方もやっぱ多いですもんね。そうなんです、うん、ましてね、そのすごい体組成系があるわけでしょ。そうですよ ねなんか怖いよね。怖いですね。私もなんか見ないようにしてた情報がいろいろ見えてしまうんじゃないかと、ねでもなんか物理的にね、はい、やっちゃいけないことを理路整然となんか整理されるとさ数字で目の前に出されると、ねなんかね、はい、ドキッとしますよね、言えないよね、はいそういうのがさ、うまくいくようにね、はい、なんて言うだろう、やっぱり新しい取り組みとかをやって、うんはい、イメージを変えていただくというのはすごいいいことですよね。そうですね、本当にこうお伺いしているといろんな新しい取り組みをされてて、やっぱ薬剤師さん、患者さんのことを大切にされてる方なんだなと思いました、ねはい、今度どうやったら呼べるか聞いてみようね。そうですね、あとどこまで行ってくれるのか。そうですね、聞いてみましょう、ねはい、沖縄まで行ってくれるのか。沖縄まで行ってくれるかもしれませんよ。行ってくれるんだったらいいよね、我々の出張の理屈になるから、ね、沖
縄も行きたいですね。ね。でもね、そうやって行ったら、あのね、本当にフェスみたいなお祭りよくやってるから、はい、そういうところでこう、なんていうの、本当に普通に気になったところで座ってやって、でもそこからひょっとしたら何か気づくことあるかもしれないもんね。そうですよね。大切なね、なんかサインとかあるじゃない、ね、そういうのに気づくこともあったりするから、それがで、まあ、分かればさ、すごい価値があるよね。はい、そうですね。いや、もうぜひイベントで来ていただきたいですね。うん、ね、そうね。はい、うん、番組を聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。今回のゲストは佃裕也さんでした。次回にも続きますのでお楽しみに。それではまたお会いしましょう。またねー。